皆さんこんにちは、杉村萌実です。2021年になりました。今年私は年女です。昨年はですね、パンデミックが起きて、世界中が大変な変化に強いられた年になってしまいましたけれども、止まっているわけにもいかないので、今年最初は YouTube を更新したいと思います。今回のこの動画でご紹介するのは今年最初の新作となります、ガーネットのコレクションです。今回のこのガーネットのコレクションのテーマはですね、全部ガーネットです。これがもう私のテーマなんですけれども、どうしてこのコレクションを作ろうかと思ったかというとですね、去年1年間ずっと宝石学を勉強していたんですけれども、もともとあった知識にプラスアルファになることがすごく多かったんですが、私ガーネットという宝石にあまり興味がなくて、やっぱ見た目こう例えば、ね、構造上明らかに目に見えた模様があるとか色のムラがあるとかっていうこともそんなにないので、あまり今まで使ったことがなくて、ただガーネットのこの知識をこうしっかりと得て理解したことによって、ガーネットに興味が持てたんですね。でこれってきっとお客様も同じだなと思って、ガーネットイコール、赤い石で1月の誕生石ぐらい の, ふんわりとしたガーネットのイメージを持っている方だと、きっとこうもっといろいろなうんちくを知ることで、ガーネットに興味が持てるんじゃないかと思ったのがきっかけです。でガーネットって実はですね、すごくたくさん色があって、ほとんどの色をカバーしてるんですけれども、それ自体も知られていなくてですね、例えばサファイアとかトルマリンみたいにもう多色であることが結構メジャーな石っていうのもあるんですけど、実はガーネットもたくさんの色があります。でそういったこうたくさんの色のガーネットを一度にかつジュエリーになっている状態で一つのジュエリーブランドとして見られるっていうのは今まで、私が知る限りなかったなと思うので、このコレクションは1点ずつではなくて、このセットになっている状態、全部、揃っている状態で、お見せしたいなと思って作ったコレクションです。ではですね、先にガーネットの基礎知識を少しお話ししておこうかなと思います。ガーネットというのは実は16種類の鉱物の、グループ名なんですね。なのでガーネット族とかガーネットグループというふうにも呼ぶんですけれども、その中でジュエリーに使われるような宝石というのは6種類だけです。でこの6種類を3種類3種類に分けて、ご説明するような動画を作ろうかなと思っているんですが、実際その6種類の中にも、色名とかあるいは、産地に由来する名前とかですね、そういったのを含めると38種類の、呼び名というか名前があると言われています。でこの、ガーネットという宝石の他の宝石と違う面白いところというのは、専門用語になってしまうんですが、類質同造あるいは同型と呼ばれる特徴が、ありまして、どういうことかというと、その38種類はですね、全て結晶構造が同じなんですね。ただ結晶構造同じなんですが、そこに入ってくる別の成分によって化学組成が変わる。その、化学組成が変わることによって、これからご紹介するようなさまざまなカラーバリエーションが生まれてくるというのが、このガーネットの面白いところです。ではこれから、それぞれの商品とそのガーネットの特性を合わせてご紹介していきます。で、動画の中に図を入れておくので、あ、なるほど、このガーネットは他のこういった種類のガーネットと近いものなんだなとか、なるほど、こことここの中間の成分だからこんな風な色になってるんだなといったようなことを図を見ながら聞いていただくと分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、では赤系のガーネットを、ご紹介していきます。赤系のガーネットはですね、大きく分けて3つあるんですけれども、クロムという成分によって着色される、パイロープガーネット、それから鉄の成分によって着色されるアルマンディンガーネット、そして、マンガン着色によるスペサルティンというふうに、3種類大きく分けるとあります。で、今回ジュエリーとして、ご用意したのは、このパイロープとアルマンディンの間の、ロードライトガーネットと呼ばれるものをたくさん、
ご用意しました。実はですね、こちらのトレイに載っているの全部ロードライトガーネットです。で、ロードライトガーネットは、赤、それからちょっと紫、ピンク寄りのものまで、あの色のバリエーションとしてはですね、この色の系統でいろいろあるんですけれども、実はこれ全部同じ呼び名のロードライトガーネット。で、例えばですね、こちら、こちらは全部ロードライトなんですけれども、4色とも、色の濃さが違うんですね。同じ、同系色なんですけれどもグラデーションになっているので、そのガーネットという一つの石の中でもいろいろな色の濃淡があるよというのをお伝えしたかったリングです。ちょっとギュッと集めてお花の、ね、ような感じにしてみました。それからロードライトガーネットは他にもいろいろあるんですけれども、例えばこちら、こちらはですね、実はただのカボションではなくてスターが出ます。スターガーネット、ちょっとねライトを当てるとうっすらと、見えるかな。このようにスター効果が出るものもガーネットの中には、あります。それからですね、こちらに置いてあるのは、甲州奇跡キリコを施したロードライトのガーネットです。こちらもちょっと赤み寄りのガーネットなんですが、裏にしっかりと彫りが入って、正面から見るとこのようになります。そしてこちらですね、こちらはスペシャルティンガーネットと呼ばれるものです。これはちょっと中のインクルージョンがキラキラしているので反射してとても綺麗なんですけれども、もうちょっと色が濃いものになるとマンダリンとか、あるいはタンジェリンガーネットというふうに、呼ばれたりします。まさにみかんのような色ですね。こんな感じの、色もこれもスペシャルティンですね。それからこのコレクションは、ガーネットのいろんな魅力をお伝えしたいなと思いまして、このように原石のピアスも作りました。これも同じスペシャルティンなんですけれども、ガーネットの結晶系は陶軸晶系というもので、ダイヤモンドとかフローライトとかと同じなんですね。クォーツとかだとこう長手方向に縦長い方向があると思うんですけれども、陶軸晶系のものはこのように、ちょっとサッカーボールみたいな感じですね。どこから見ても同じです。で、12面体とか24面体とかその混合で算出するので、それをそのままシンプルにピアスに仕上げました。そしてですね、ガーネットはそのいろいろな中間色があるというふうにお伝えしたんですけれども、こちらはマラヤガーネットと呼ばれるものです。これはマラヤというのは、このパイロープ、先ほど赤系のパイロープと今ご紹介したオレンジのスペシャルティンの中間になるんですけれども、このようなちょっとシャンパンカラーのような感じの色が特徴です。で、この石に関してはですね、この12面、12角形ドデカゴンと呼ばれるんですけど、12角形のカットが、非常に魅力的かなと思います。一瞬ねカットが多いのでオーバルにも見えるんですけれども、実は多角形になっています。で、これはですね、実はちょっとだけカラーチェンジもあります。今ここではちょっとなかなか見えないんですけれども、この同じ色の、濃淡でですね、少し色の変化が見ることができます。それからカラーチェンジといえばですね、その名の通りカラーチェンジガーネットと呼ばれる、石もあります。こちらも先ほどのマラヤガーネットの編集でパイロープ と、オレンジ系のスペシャルティンの中間なんですけれども、こちらはですね、見る環境の、光の色合いによって、石自体の色が変化して見えるという面白い特徴のあるガーネットです。で、カラーチェンジの特性があるのは、一番有名なのはアレキサンドライトという宝石なんですけれども、原理としては、同じ、ことですね。ちょっと白っぽい感じの光の下で見るとブルーグリーン系に見えるんですけれども、例えばろうそくのようなオレンジ系の光のところで見るとちょっと赤っぽく、石が見えます。これは石自体の色がその都度変化しているわけではなくてですね、石の見え方、人間の脳が感知する色が変わるという現象です。
そして最後にご紹介するのが、ガーネットインクオーツです。まあ、私はもともとねインクルージョンクオーツをたくさんやっているので、やっぱりこういう時にはせっかくなのでガーネットインクオーツももちろんご用意しました。でこれはですね、ちょっとなんかふわふわっとして見えるかと思うんですけど、これはそのガーネットがこう内包されていることによるひび割れなんですね。ヘイロー割れというふうにも呼ばれるんですけれども、それがちょっと羽みたいな感じに見えるのが、特徴です。そしてこのカットはオリジナルでやっているので、インクルージョンは実は一つなんですけれども、反射することによってより大きく見えるようになっています。ガーネットインクオーツというのはですね、結構ルースとして流通するときはこのぐらいの大きなサイズにすごく小さなガーネットがちょんと入っているのが多いんですね。でそれだとその、まあ、鉱物として面白いんですけれども、ジュエリーとしてあまり面白くないなというのがありまして、このようにヘイローが綺麗に出ているものをさらにカットを施して、ジュエリーとしても魅力があるものに仕上げました。これとてもおすすめです。ガーネットインクオーツだけでなくてですね、ちょっといくつか、この動画の撮影に間に合わなかったものもあるので、もう少し新しいものも出来上がってくるんですけれども、それはインスタグラムなどでですね直前に、確認していただけたらいいかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ガーネットについて、新しく知ったことっていうのも多かったんじゃないかなと思います。今ご紹介したのは、まあ、赤系をメインにしたガーネットですけれども、またもう一本別の動画でグリーン系のガーネットをご紹介しますので、そちらもぜひ合わせてご覧ください。